そこの広場の噴水なんだが、時々水が止まったりするんだよ。中のポンプが故障しているのだろう。ああ、多分そうだろう。そこで水車の一件を聞いてな。同じ店に行って、今度は噴水用のパーツを頼みたいんだが、引き受けてくれないか。わかった。引き受けよう。いや、船に乗るかい？こんにちは。今度は噴水のポンプが欲しいんだけど、あるかい？おお、ずいさ。カスザッチ、これ手帯ずいた。ザ・タラ、ラスレクヨーリ。トーサラ、テザサ、リクセゾ。何が必要だ？ロットとサランデシュル、レターター、ギュッソ。レタセール、ギュン、アレ。わかった。早速取ってこよう。必要な素材が揃ったぞ。サチレタタとレタセールタチザサルサおせちタリク。わかった。そう伝えておこう。
噴水の交換パーツを発注してきた。完成次第届けてくれるそうだ。ああ、どうもありがとう。これはお礼だ。受け取ってくれ。いや、船に乗るかい？地図は偽物だったようだな。どうしよう。とりあえずあの奥さんに報告だけでもしようか。
これが力の目か。確かに強力な魔力を感じます。これほど高い魔力を秘めた石を触媒とすれば、精度の高い占いをすることも可能かもしれぬな。Yeah.
石は見つかった？ああ、この石だろ。そうそう、これよ。ありがとね。あ、そうだ。お礼代わりにあなたたちのこと占ってあげるわ。準備はいいかしら？ああ、せっかくだし占ってもらおうかな。あなたの運勢はね。なんだここは。わからないな。見たことがない場所だ。魔物だ。夢の中までしつこい奴らだ。夢？気がついたら異世界に来ていたなど誰が信じよう。そうか。なんだ、さっきの場所は。わからぬ。皆で白昼夢というわけでもなさそうだな。あの光景、どこかで見た気がするんだが。なんか変わったものが見えたようだね。ああ、この占いの結果にも何か意味があるはずだけど、なぜか何も読めないんだよね。修行不足かしら。とりあえず初占いは成功したし、ご協力感謝。また来てくれたら占ってあげるからね。気が向いたらまた来るよ。あれは一体何だったのであろうか。見覚えはないが、どこか懐かしいような風景だったな。懐かしい。ああ、だが胸が締め付けられるような感触もあった。あの場所に何か忘れ物をしたような奇妙な感覚だ。さっさと忘れることだな。夢なのだから。お礼代わりにあなたたちのこと占ってあげるわ。準備はいいかしら？ああ、せっかくだし占ってもらおうかな。あなたの運勢はね。
なんだ、さっきの場所は。わからぬ。皆で白昼夢というわけでもなさそうだな。あの光景、どこかで見た気がするんだが。お礼代わりにあなたたちのこと占ってあげるわ。準備はいいかしら。ああ、せっかくだし占ってもらおうかな。あなたの運勢はね、なんだ、さっきの場所は。わからぬ。皆で白昼夢というわけでもなさそうだな。あの光景、どこかで見た気がするんだが。
村は俺たちが守ってるからな。どうでしたか？すみません、宝の場所にはたどり着けたんだけど、見つかったのはただのガラクタだったよ。そうですか。そうだ、この翡翠の髪飾りを売って何か買えないでしょうか。それを地図にあった宝ということにして。こんな高価そうなものいいのか？これで夫が宝探しから手を引いてくれるのなら。どうするのだ。ご婦人に頼まれた通り、その翡翠の髪飾りを売るのか。その髪飾りは大切なものなんだろう。宝探しのことは俺から旦那さんに話してみるよ。わかりました。よろしくお願いします。あれ、お宝が見つかったんじゃないのか？残念ながら、あの地図に書かれていた場所にあったものはガラクタであった。また外れか。次も地図探しから始めないと。自分のことばかり考えず、ご婦人のことも考えたらどうなのだ。そこのご婦人はな、お主が危険なところに行くことをずっと心配しておったのだぞ。それをお主はまだバカなことを続けるつもりか。まあまあシロ、落ち着けって。奥さんは大切な髪飾りを売って偽の宝を用意するほど、あんたに宝探しをやめてほしいって考えてたんだ。それもあんたの身を案じてのことだ。家内が？そうなんだ。すまない、お前の気持ちも考えてやれずに。いいえ、いいんです。分かってもらえただけで十分。これからは心を入れ替えて妻と頑張るよ。あ、そうだ、これ俺が初めに見つけた地図なんだ。もう必要がないからさ、あんたが使ってくれよ。最初の地図よりもさらに複雑だな。どうせ見つかるのはガラクタであろう。探すだけ無駄だと思うが。確かにそうかもな。でも万が一の希望を捨てられないのが宝探しなんだよな。我には理解できんな。まあちょっとした遊び感覚で付き合ってくれよ。まずは地図の解読からだけど、ポポロさんにまた聞いてみよう。いらっしゃい。新しい武器入荷してるよ。気をつけて行ってこいよ。どうもありがとうございました。こんにちは。また地図の解読をお願いしたいんですが、いいですか？いいわよ。今度は何かしら？今度はこの地図なんですが。なかなか難しい暗号のようね。場所は北平原かしら。他に読めそうなものは、鋼鉄の橋の始まりし場所？何のことかしら？ごめんなさい、これ以上は解読できそうにないわ。十分です。ありがとうございます。
本当に気をつけて。この地図は本物だったようだな。今回の仕事の報酬として受け取っておこうか。